デーナ・ジェームズ・ベンテイは、アメリカ合衆国の検察官。バージニア州東部地区担当の連邦検事及び、アメリカ合衆国司法長官代行を務めた。ダナ・ボエンテ、デーナ・ボエンテと訳されて報道された。ベンテイは1954年に、イリノイ州カーリンビルにおいて、ジェームズ・ベンテイとドリス・ベンテイの息子として誕生。ベンテイは1976年に、 セントルイス大学で経営学を専攻し、理学士号を取得。1982年に、セントルイス大学法科大学院で、法務博士号を取得。1982年、弁定は、イリノイ州中部地区連邦地方裁判所主席判事、ジェームズ・ウォルド・アッカーマンの法務書記として、キャリアをスタートした。1984年、彼は、 司法長官選定優等プログラムに選出され、司法省税務部の犯罪捜査課に入省。2001年、バージニア州東地区担当の詐欺捜査部門で連邦検事補となった。2012年12月、弁定は司法長官エリック・ホルダーにより、ルイジアナ州東部地区担当の連邦検事に任命された。彼は2013年9月まで連邦検事を務めた。 2013年9月23日、1998年の連邦決意改革法の施行により、彼はバージニア州東部地区担当の連邦判事大公に就任。2015年12月15日まで連邦判事大公を務めた。在職中、彼はマクドネル対アメリカ合衆国事件を扱った。彼は何人も法の下では平等と言明し、 好位の孔人とは呼べない。州で最も地位の高い孔人では決してないと宣言した。2015年10月8日、バラク・オバマ大統領は弁定をバージニア州東部地区担当の第60代連邦判事に任命した。2017年1月30日、ドナルド・トランプ大統領は難民、移民の入国を制限する大統領令に反発したサリー・イエーツ。 司法長官代行を電撃公鉄弁帝を公認の司法長官代行に指名した。トランプ大統領は正式な司法長官としてすでにジェフセッションズを指名しており、1月上旬に上院司法委員会での閣僚、指名承認公聴会が開催されていた。上院本会議による指名承認採決が完了した2月1日、弁廷は司法長官の職務を ジェフセッションズに引き継ぎ、代行を退任。弁定へは、北バージニアに29年間居住していた。ありがとうございます。